マジック・ザ・ギャザリングのガチャがね、あって、まあ、今のマジック全然わかんないんだけどさ、昔だからさ、俺子供の頃に流行ってたカードゲームで、昔のシリーズだったらめっちゃ知ってんだけど、今のシリーズ全くわかんなくて、でもね、気になってやってしまったんで、ドラゴンがさ、すっげえかっけえドラゴンがいて。このシリーズのドラゴンってほんとかっこいいよな。俺渋谷のドラゴンとかすげえ好きだったんだよ、昔の。昔、渋谷のドラゴンとかデザインかっこよかった、あれ。あと、ワーム系もかっこよかったよね。ワーム系とかさ、イラストがさ、いちいちかっこいいんだよね。俺ね、黒のさ、イラスト好きだった。ちょっとホラー系の、なんだっけ、沼だっけ沼。沼デッキとか言ってるよね、確かね。沼の。俺黒のあのカードがすごい、ホラーのね、気持ち悪いカードがすごい。あいつなんつったっけな。スリバーか。スリバーとか、デザイン好きだったんだよね。バグみたいで、トゥルーパーズ、スターシップトゥルーパーズに出てくるバグみたいでね、スリバー系のデッキとかも作って遊んでたな、よく。いや、すげえな。で、今のね、マジック、ほんと、ガチでわからん。全くわからん。もうずっと買ってないから、マジック。一回途中で何パッキーか買った記憶はあるんだけど、それっきりで終わってて、あと何も買ってない。このドラゴンかっこよくない？ナンバー6のさ、ニコル、ボーラスだよね。ポーラスかな？いや、ボーラスだよね。俺ん時いなかった気がする。絶対いなかったわ、こんな。このキャラ いなかった、昔。俺の子供の頃。いた、いや、いないわ。いたとしても覚えてないから、絶対、いたら絶対覚えてるはずが、こんなかっこいいドラゴンね。あと、ニッサ、レベイン、エルフっぽいね。あと、チャンドラ、ナラーとか、リリアナ、ベス、で、ジェイス、ベレレン、で、ギデオン、ジュラっていう。なんか全然変わったんだな、マジックって。俺らの時そんな人のね、キャラって重要視されてなかった気がする。俺モンスターの、俺がそうだったのかもしれない。俺モンスターのカード集めまくってたんだよね。ワーム系とかスリーバーとかさ。あ、でもボルラスってやつかっこよかったわ。あれボルラスだったよね。ボルラス。なんかすげえ宇宙人みたいな。ボルラスのカードがすごい俺の中でレア感あって、ボルラス映ってるって全部集めてたんだよね。ボルラス。懐かしい。あと、ゴブリン系のやつもかっこいい。オークとかさ、オークとかゴブリン系のでかっこいいのあったな。なんだっけ、自然淘汰っていうやつ、自然淘汰じゃないや、なんつったっけな。ゴブリンがね、ゴブリンをなんかぶっ殺してるシーンみたいのが、なんだっけな、なんとか淘汰っていう。グリーンのか、多分ね、まだ持ってると思う。そう、実家行った時探してみるわ。実家にまだね、大量にあるはずだから、マジック。しかもさ、めっちゃ高いさ、カードとかあるんでしょ？俺もしかしてあるかもしれないんだよね。掘り出し物のカード。だからちょっと探してみようかなと思ってる。実家が、今あるやつちょっと少ないから、実家にまだまだあるはずだから探してみるわ。レアなやつが、まあ、売らないけどね、あったとしても。コレクションだからさ、奈落の王とか俺見たいんだよね。奈落の王、今手元にないからさ、奈落の王とか出してほしいよな、こういうガチャで。まあ、とりあえず、この、まあ、ガチャがあってから、今日はやって、ドラゴンがね、欲しくてやってきたという。そして、結果をね、こうガチャ結果を見ていくに、ちょっとね、やばい事件が起きてさ、まあ、絡んだのまでやったのよ、結果絡んだのまでやったんだよね。で、パカリス仕事。で、今開けたのが、名前がね、ジェイス・ベレレン。絶対いなかったわ、俺、子供の頃。新しいキャラでしょ、これ絶対。マジック・ザ・ギャザリング。これ、マジックだよね。マジック・ザ・ギャザリングって書いてるから、2019。いや、もう全然わかんなくなってるわ。また始めようかな。今のカードデザインどうなの？マジックの。今のカードデザイン、昔みたい？俺昔みたいだったら集めたくなってきたな、また。だってこれだってさ、今集め始めたらさ、20年後、30年後にさ、今の、マジック、昔の俺の子供の頃のマジックみたいな感覚になるわけじゃん。だからさ、今から集めとけば、こいつらだってすごい、昔の、まあ、子供時代の記憶とまた違うけどね、大人の時の記憶とね。全然違うけど、まあ、集めようかな、マジック。マジックの開封動画とかもやりてえな。ワンボックス買ってきてさ。いやでもデザインだな。ちょっとデザイン見てみ、調べてみ。かっこいいデザインだったらちょっと集めてみようかなと思う。クオリティは高いわ。一回確か300円だったんだよね。一回300円だったはず。300円で、クオリティ高いね。やっぱね、300円取るだけあって。300円取るだけあって、クオリティはもう申し分ないわ。かっこいい大きさもあるし、ボリューム。いや、かっこいいな、これ。ジェイス・ベレレン。強いんかな。なんか、ウィザード、魔法使っぽいよね。そしてね、このカプセルに入ってる。全部赤だから分かりにくいんだよね。だから、いちいち覗いて確かめたんだけど、まあ、合ってるでしょう。俺も結果知っている。俺も泣きたいもん、今ちょっと。で、リリアナ・ベスっていう、このリリアナ・ベス。これ、女の子、名前からしても、見た目からしても、耳とんがってるから。まあ、耳とんがってるイコールエルフってね、考えるのは安易な気もするけど、なんかエルフっぽいよね、ちょっとね。エルフっぽいな。でもマジックの世界っていろんな種族いるからさ、ちょっとわからんよね。あと何いたっけ？
いやでもドラゴン系とワーム系とスリバー系とゴブリン多く、あとなんかさ、魔法カード大変動とかさ、あとなんだっけな、ジョークルホップスか。なんだっけ、ジョータルホップス。なんかさ、雪崩のカード、雪崩っていうか津波みたいなさ、カード、バックが赤いデザインで、ジョークルホップスじゃなかったっけな、確か。そういうなんかデザイン系のやつも好きで、よく絵模写してたんだよね。結構このガチャ、被りがね、すごかったんだよな。被り地獄。被り地獄でもさ、最終的に出れば、結構このガチャさ、被りがね、すごくてさ、もう被り地獄の、いや、でもまあ、被り地獄であっても最終的にさ、欲しいのゲットできれば全然 OK じゃん、ガチャって。まあ、ガチャってそういうもんじゃん。やっとの思い出。一番最後のパーティーンが、空にしても欲しいのが出ない。エルフのウィザードっぽいよな。魔法使いっぽくないこれ。エルフの。ニッサ・レベイン。ニッサ・レベインっていう、こいつもかっこいい。後ろのイラストね、すげえかっこいいんだよね。つか、女の子かな？なんか顔ね、女だ！おっぱいあるもん、ほら。バインコがある。女だわ。なんかイラスト女っぽくてさ、可愛いなと思ってたんで、でも男か、みたいな。男っぽいな、みたいな。いや、まあどっちもいいんだけどさ、可愛かったら、美女かったらどっちもいいんだけどさ、性別関係ないんだけどさ、女の子だね。おっぱいついてるもんね。エルフじゃない、やっぱ。エルフっぽいよね。髪型。なんかエルフっぽいけどな。そしてね、このカプセルに入ってるめっちゃかっこいい。なんか、デザイン的には、一番好きかもしれない。エルクみたい。アークザラトのエルクみたいな。炎使いであることは間違いないと思うんだよな。炎使いっぽいんだよな。イラストを見る限りね。後ろのイラストをチラッと見る限り。俺、炎使いすごい好きだから、基本的に。炎使いっぽいんだよね。待って、女のおっぱいない、この子。あ、男か。いや、でも、どうだ？あ、でも女の子に見えるな。でも顔だけ見たら、どっちだこれ。男か女か分からんけど、かっこよくないこれ、デザイン的に。めちゃめちゃ好きなんだけど。まあ、ガタイ的にはこのギデオンがすごい好きなんだけど、ガタイでかそうじゃん。でもでも女の子疑惑出てる。おっぱいないこれ。これ、ボインコじゃねえか。あ、女の子かもしんない。あ、マジか、今気づいたこれ。女の子だわ。リリアナ・ベザーは確実に女の子なんだけどさ、ジェイス・ベレネも、ジェイスっていう男の名前だもんね。まあ、イラストも男だし、この子、チャンドラって男の名前なんかな？女の名前なんか決まってんか？ちょっとわかんないけど。チャンドラ。チャンドラ・グプタ。チャンドラ・グプタを。チャンドラ・グプタしか思いつかんな、チャンドラって。チャンドラ・グプタ。チャンドラ、いやでもまあ、多分女の子だと思うわ。すごいいい感じのデザインだよね、この子ね。この子のカード集めたいな。チャンドラ・ナラーのカード。超かっこいい。そして、残り2カプセル。ドラゴン。俺の一番狙いは最初に言った通り、これだね。ドラゴンだからね。ガチでドラゴンだから。しかしながらだパーカリス集合。ドゥルトゥトゥドゥルトゥルトゥルトゥドゥルトゥトゥ。ほほ。まあね、まあね。まだあるから、まだあるから。まさかさ、空にしたのにさ、ね、狙いのが出ないなんてこんな最悪なことはないでしょうと思うじゃん。いや、マジで。もう泣きそうだわ。なんとまさかのね、一番の狙いのさ、はぁ、ドラゴンがね、ドラゴンが来なかったって奇跡ミラクル。ふざけんなよ、マジかよ。つうか、かぶり率すごいよね。空になるまでやったのにさ、出なかったし、かぶり率はすごかったんだよ、このガチャね。まあ、また見つけたらやってくるけど、このマジックのやつ。まだあるから、これ、やったの結構前なんだよね、実は。このガチャやったのがね、確かね、もう去年のはず、3ヶ月ぐらい前かな、にやったんだよね。ドラゴンゲット してから開けようと思って、しかしながらもうなくて、探してたんだけど、なくて、ドラゴンゲットを、つかコンプしてからやろうと思ってたの。もう、つかドラゴンが出ればよかったんだけどさ、ここまで来たらコンプじゃん、もう。でもないから、もう今日開けちゃったんだけどさ、ドラゴンフィギュアショップにもないんだよね、結構見てるんだけど。だからもうドラゴンないけど、開けちゃったっていうね、今日は。でも、ね、よかった。マジックまたやりたくなってきた。集めたくなってきた。マジックってさ、昔のカードも使えるんかな？昔集めてたカード。使えんの？俺、スイマとかもすごい好きだったね、デザインね。ああいうカードも今使えんのかな？この同じデッキで。それだったらすごい楽しいよね。昔集めてたカードとかも。なんか禁止カードとかでもない？こういうのって。まあ、とにかく今回はね、このマジック・ザ・ギャザリーのガチャをね、回してみたっていうガチャ動画の開封動画でした。ビデオぜひ見つけたらね、回してみて。クオリティは完璧。すごいわ。さすが300円。しかしね、ドラゴンが欲しかった。ドラゴン。なんでドラゴン出ねえんだよ、マジで。この頃が女の子っていうのもちょっとびっくりして、多分女の子だと思うな、ボインコバインコがあるから、パッと見男の子だと思ってたんだけどね、女の子だった。いや、この頃のカード集めたいな、デザインどんな感じなんだろうね。イラスト絶対かっこいいと思うんだよな。イラスト、後ろに描かれてるイラストかっこよくないこれ。
うわ、めっちゃ集めてー。これを機に新しいマジックも集めようかな。昔ね、4年ぐらい前に一回買ったことあるような気がするんだよな。そのカードどこにしまったっけな。多分どっかにあると、ちょっと探してみるわ。そう、新しい、やりたいね、これね。マジック、開封動画撮りたくなってきたわ。めっちゃ見たいわ、イラスト。絶対かっこよくないか。ドラゴン、今のドラゴン系と昔のドラゴンのさ、カードをさ、ちょっと比べてみて。スリバーとか今もいんのかな、スリバーとか。スリバーだったよね、ああいうなんか尖ってるやつ。あとドラゴン系とかワーム系も集めたいしな。ワームもかっこいいやつあったんだよね、たくさんね。クリーチャーカードたくさん集めたいわ、マジックの。新しいやつ。ちょっと今度買ってくるわ、マジック。あったら。ちょっとゲットしてこよう。シリーズはどれになるか分かる。多分たくさんあると思うから分かんないけど、一番良さそうなパッケージのやつ買ってきて、開ける。めっちゃかっけえカード来たらどうしよう。また集めコレクション魂で火がつきそうだな。いやー懐かしいな。子供の時以来だからね、途中ちょっと挟んだとしても、がっつり集め始めるのは子供の時以来だから、すげー楽しみになってきた。